はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の2点間の距離丸2をお送りします。で、前回からね2点間の距離やってて、まあこれで終了なんですけど、で前回はポイントをやって、で今回は問題演習が2問となっております。なのでできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらってね、わかんないのがあれば今から両方解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は2点 AB が分かってると。で、そっから等距離、まあ等しい距離にある X 軸上の点 P を求めようと。もうキーワードはここですね、 X 軸上の点 P。で、これに関しては2個前の動画、まあ、空間ベクトルのこの章のスタートの動画の時にも話したんですけど、X 軸、あ、今書かないけどね、 X 軸の上にある点っていうのは X 座標、Y 座標、Z 座標のうち X 座標しか数字がつかないんですよね。 YZ に関しては0なんです。だから X 軸上の点って言われた時点で、あのね、今回2番が恐ろしく板書量が多いんでちょっと詰めますね。この P を X00 と、もうこう置けるかどうかです、最初。で、これを XYZ で置いてしまうと、まあこうね、どん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 道に迷っていくっていうパターンなんですけど、こうやっておく。X 軸上だからね。で、あとは、この A と B から、等距離、等しい距離にあるので、つまり、PA、まあ AP でいいか。AP と BP の長さが同じになります。いいね、AP と BP の長さが同じ。で、その、例えば AP。これはまあ2点間の距離なので、ね、1個前の動画でポイントでやったように、じゃあ引き算していきましょうかね。まず AP なんで、こっちからこっちを引きに行きます。で、本当はルートがつきます。で、ちょっとあえてつけない理由は後で言うんで、ちょっと待ってね。こっちからこっちを引くので、x-1 の2乗です。プラス、で、こうあとはもう0引くこれの2乗なんで、2の2乗で4。これの2乗だから3の2乗で9です。いい？で、4たす9をするから13。ちょっとまとめちゃいますね。もうね、2番のことを考えるとね、ちょっと冷たいんでね。つまり、これが AP。本当はルートがつくんだけど。で、イコール、今度 BP です。これと P の話。だから、まず X から3を引くので、X-3 の2乗。で、0からマイナス1を引いて1だから、1の2乗で1。4の2乗で4、16足して17なんで、で、こうなります。で、本当は AP も BP もルートがつきます。つくんですけど、どうせつけても両辺2乗したらルート外れるんで、まあもちろんつけてもらって2行目で外しても構わないんですけど、どうせ外れるからちょっと外しちゃいます。で、あとはこれ計算するだけです、まとめて。で、例えばこれは一応やろうかな。まずこれ展開すると、x2 乗マイナス 2x プラス1なんで、まとめちゃおうか。プラス14。で、これ展開して左辺持ってきちゃおうかね。これ展開すると x2 乗なんで、マイナス x2 乗、マイナス 6x が出てくる。持ってくるから、プラス 6x、プラス9、足すと26。持ってくるから、マイナス26、イコール0です。で、x2 乗消えるんだよね。だから 4x で、ここがマイナス12、結局持ってくるんだね。持ってくるから12、つまり x は3と分かるので、 P の座標は3の0の0と、これで終了となります。この絡みの狭い感じでかなり詰めましたけど、まあこんな感じで、まあ最初のスタートですね、ここを置けるかどうかっていうのが大事で、次でございます。これね、これ今正四面体の話なんですけど、 ABC はね、座標が出てるんですよ、こうやって。で、 D が分かってなくって、その時に頂点 D の座標を求めようという問題、まあね、有名な問題なんですけど、で、正四面体だから、まあ、三角形が4枚くっついてるやつ、つまり正がくっついてるんで全部の辺の長さ同じなんだよね。そう。で、それを使ってもちろん解いていくんだけど、まず今回 D を求めたいんですけど、どこにあるって指定がないので、XYZ と置くしかないんです。
で、もう3つの文字を求めるためには式が3つ必要になります。ね、基本的にね。で、それで解いていくんだけど、置いて、で、全部の長さが同じでしょ？で、まず、どこでもいいんで、まあ、例えば AB とかで出してしまいます。辺の長さを。あ、C 使ったから楽だったかな。まあ、いいか、AB にしとこう。で、求めに行くと、ここはルートが必要だから、B から A 引くか。2引く0で2の2乗で4プラス3引く1で2の2か。だから4プラスマイナス2引く、あ、ないんだね。0だった。つまりルート8だから2ルート2か。ね、1個求める。これどこ求めても同じ。例えば BC で求めても CA で求めても2ルート2になります。必ず。で、こっからどうするかっていうと、さっきも言ったように辺の長さ全部一緒です。一緒ってことは D を加えた AD とか BD とか CD も全部2ルート2になるはずなんだよね。なのでそれを使う。だから例えば AD 行ってみようか。 AD イコールこれからこれを引いてルートがつきます。いいかな。でつくんですけど、今回例えばね、 AD イコール2ルート2、これは AD 求めたら当然これになるよねって話なので、先にルートつけずにここと同じ2乗することを前提で書いてしまいます。なので AD を2乗したと思ってルートは書かない、書かないで X からこれを引くから、まず X2 乗プラス Y から1引くんで Y 引く1の2乗プラス Z からマイナス2引くからプラス2の2乗で、これルートはつくんだけど2乗すること前提なんで、ここも2乗します。2ルート2も。だからこれが8になるはず。で、これ、ね、番号打っときます。で、次は BD です。これももちろん2ルート2になると。なので同じようにね、2乗すること前提で考えると、 X マイナス、ここね、マイナス2の2乗プラス y マイナス3の2乗プラス z プラス2の2乗イコール2乗するので8になる。で、番号振るよっていう。でもう一丁ね、 CD こいつも2ルート2もちろんねなるので、引くと x 2乗プラスy マイナス3の2乗プラス z の2乗か。で、8。ほいっと。3つ式できたでしょできたでしょって、ええみたいな感じだけど。で、この3つの式を使って求めに行きます。XYZ を。はい。で、ここからコツがあってですね、方針として今から1、2、3。これね、ちょうどよく、例えば、こことここ x2 乗 x2 乗で揃ってるんですよ。だからもし1と3引き算したら x の2乗消えるの分かるでしょ。で、2と3だったらここが揃ってるんだよね。だから2と3引くと y の部分全部消えるんです。で、1と2はね、ここが揃ってるの。これちゃんとできてて、こういう風にで揃ってるんで、引き算すれば z が消えるという風になるのね。で、方針としては x と y だけの式、 y と z と x だけの式にしたいので、つまり y と z を消す式を作ってほしいんです。 y と z を消してほしいの。だから例えば、じゃあ z を消すためには1引く2だよね。なので1引く2をしましたと。こっからここを引き算するんです。で、ここはまとめて消えるし、8も消えるのが分かるんですけど、ここに関しては展開して引くしかない。めんどくさいんですけど。で、ちょっと暗算しますよ。これからこれ引きます。で、ここの部分が x の2乗マイナス 4x プラス4です。ごめんね、暗算で。x の2乗マイナス 4x プラス4。引き算するから x 2乗は消える。x 2乗は消えるんだ。マイナス 4x プラス4がマイナスで符号変わるのでって、ちゃんとみんなやってね、普通筆算でいいからね。なので 4x、 俺これ間違えらんねえな、マイナス4でしょが残る。で、この部分は y の2乗、 y の展開してね、 y の2乗と y の2乗は揃ってて消えるんです。で、上がマイナス 2y、 下がマイナス 6y で、下のマイナスがプラスに変わるからプラス 4y か。
俺頑張れで上が1で下がマイナス9、そうプラス9、マイナスに変わるからマイナス8で消える消えるだからイコール0なんです。でこれを X と Y だけの式になったでしょ、なったら Y イコールの式に変えてください。 Y イコール、つまり変形すると Y イコール、こっちにまあいいか、こっちに持ってきてマイナス 4X、 4で割るからマイナス X でしょ、でマイナス12、持ってくると12、4で割るからプラス3か。これをね番号つけます、4番。さあここまで頑張ってるな、合ってるかな。でこれで Z 消えました。でさっきも言ったように次 Y 消しに行きます。だから2と3ここ消したいんでね。で同じように 2-3 をします。こっからここを引き算する。よし行くぞ展開して引く、まあ X 2乗は消えるんですけど、マイナス 4X プラス4が残るかな。 Y はまとめて消えます。で Z に関しては Z 2乗は消えるんですけど、残るのが 4Z プラス4イコール0、8は消えるからね。でこの式も Z イコールに直してください。だから Z イコール持ってきて 4X、 4で割るから X、プラス8、マイナス8になって割るからマイナス2だね。でこれが5になります。でここまでやってきたね。これをどの式でも構わないで Y と Z を代入してください。これはどこでも構わないです。はい。じゃあ一応1に代入しようかね。それをじゃあ、4と5を1に代入すると、さあこれ、あと、あ、まだちょっとある幅。よし、代入するよ。で、ここまず X2 乗、そのまま X2 乗でしょ？プラス、Y のとこに代入すると、マイナス X プラス2です。いいね、マイナス x プラス2、それ2乗するんで、待って、マイナス x プラス2な、 x2 乗マイナス 4x プラス4か。で次 z のとこを代入するとマイナス2と2で消えてくれる、つまり x しか残らないんでプラス x2 乗ごめんイコール8となります。でまとめる、全部ね3辺に持ってきてまとめると 3x2 乗マイナス 4x マイナス8じゃない、持ってくるとマイナス4かイコール0となります。もう1行いけるかな、大丈夫だね。でこれあとはたすき掛け因数分解やってもらうと 3x と x マイナス2と2かこうなるので、x が先に2回しようかな、2とマイナス3分の2、こっちから2が出てきてね、こっちからマイナス3分の2が出てくると。で X 分かったので、これつまり答え2個あるんです、 D の座標ね。なので答え D はまず2の方からいきましょう。 X が2で Y と Z どう出すかっていうと、ここを使います。で出せるからね、 X に代入すれば Y はマイナス2プラス3、つまり1になる。 Z は2マイナス2なんで0になる。これが一つの答え。で、もう一個、分数めんどくさいですけど、マイナス3分の2、代入するとプラス3分の2になる。で、3分の2と3分の9だから、3分の11。で、マイナス3分の2とマイナス3分の6だから、マイナス3分の8。よっしゃ！となって、この2個で終了となります。長いっていう感じです。でもね、ただの最初でも言ったようにすごく有名な問題なので、これやり方さすがにちょっと覚えてないとしんどいですね。ここまで出せるんですけど、その後の方針で選ぶものをミスるとね、文字がちゃんと消えないんですよ。でなんで Y と Z を消すかっていうと、 X と Y は Z と X、 つまり X を残したいだけなのね。そうすればY と X で入れて X だけ、 Z と X 入れて X だけの式を作りたかったの、こうやって。でもちろんこれは好みで Y だけにしたいよって、 Z だけにしたいよっていう場合はそっちでやってもらっても大丈夫です。 Y でやれば Y が出てくるから1と3分の11が出てくるんです。
で出てきてここ、まあ、ここ変わってますけどね、それを代入すれば x と z も出てきますので、そこは好みなんですけど、まあ、自分はね x から出したいタイプの人間なので、こんな感じでやらせていただきました。では今回は高校数学数 B の2点間の距離丸2についてお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回から空間ベクトル、まあ本当なんかね今回のこの章のタイトルになりますけど、空間ベクトルやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。